リアル RHT10 周年記念ライブでファンへの感謝が爆発ガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータという個性豊かな3人がステージを駆け巡りダンスで表現する感謝の気持ちは言葉以上に力強く観客に伝わっていきましたリアル RHT の10周年記念ライブはただのライブではなくこれまで支えてくれたファンや仲間たちに感謝を伝える特別な旅でしたその瞬間 会場は多くのファンの熱気と期待感で包まれ、ステージに立つアーティストたちは、10年間の思い出を胸に、一瞬一瞬を大切にしながらパフォーマンスを繰り広げていました。ファンとのつながりを再確認するこのライブは、まるで長い道のりを共に歩んできた家族のような温かい絆を感じさせました。ライブのテーマは、感謝その感謝の気持ちはパフォーマンスの随所に現れており、特にダンスや歌。 ステージの演出にまで細部にわたって感じられるものでした。観客はアーティストたちの全身全霊を込めたパフォーマンスに心を打たれ、感動が会場全体に広がっていくのが目に見えてわかる瞬間が何度もありました。パフォーマンスの中でも特に印象的だったのは、メンバーそれぞれがステージ上で楽しんでいる姿です。彼らは互いに視線を交わし、笑顔を見せながらダンスを披露する様子は、 見ているファンにとっても一緒に楽しんでいるような気分にさせてくれます。ガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータという個性豊かな3人がステージを駆け巡り、ダンスで表現する感謝の気持ちは、言葉以上に力強く、観客に伝わっていきました。特に、ボンのコラボダンスは、その熱狂的なエネルギーと楽しさでファンを魅了し、まるで彼らと一緒に踊っているかのような一体感が生まれていました。その中で、 観客の声援と拍手が絶えず響き渡り、彼らの感謝の気持ちを受け取るファンたちも、心からこの瞬間を楽しんでいるのが伝わってきました。ステージ上の3人は、時にいたずらっぽく、時に真剣な表情で踊り続け、その一瞬一瞬にかける情熱は、まさに彼らの10年の歩みを象徴するものでした。ライブ中、何度もファンに向けて、ありがとうと感謝の言葉を伝える姿は、シンプルでありながら、 心に響くものであり、ファンとの絆を再確認する大切な時間でした。その「ありがとう」の一言には、これまでの10年間のすべての感情が込められているように感じられ、ファンにとってもその重みを実感できる瞬間となりました。そして、ライブの最後には、まさに感謝の気持ちを集約するかのように、3人が手を振りながら笑顔でステージを後にする姿は、観客にとっても忘れられない光景となりました。 このライブの成功は、彼らが単なるアーティストではなく、ファンとの絆を大切にする存在であることを再確認させるものでした。多くのアーティストがファンとの距離を保つ中で、彼らは常にファンと一緒に楽しみ、感謝を伝えることを忘れません。その姿勢が、多くの人々に支持され続ける理由の一つでもあります。彼らのダンスや歌には、技術やパフォーマンスだけではなく、ファンへの感謝の気持ちや、仲間との絆、 そしてて自分たたちのの歩んできた道への誇りが込められています特に平野翔の下ペローは、ライブの中でもファンを楽しませる演出の一部であり、ファンとのインタラクションの瞬間を象徴するものでした。これらの細かな表現や動作も、すべてが計算されたものでありながら、どこか自然体で、彼らの個性を最大限に引き出しています。また、岸優太のパフォーマンスには、彼の真面目さと努力の積み重ねが感じられ、 雄太の表情豊かなダンスは、見ているものを引き込む力があります。この3人の個性が融合し、唯一無二のパフォーマンスを作り上げるのが、リアル r h t の魅力です。ライブでは、ファンとの交流だけでなく、これからの未来への決意も感じさせる場面が多々ありました。10年という長い時間の中で積み上げてきた経験と、その中で得た教訓。 成功も失敗もすべてが今の彼らを形作っているのだと、改めて感じさせるものでした。ファンはただ見ているだけではなく、彼らの成長を一緒に感じ、時には励まし、時には励まされる、まさにパートナーのような存在となっています。ライブが終わった後も、その感動はファンの心に深く刻まれ、彼らがこれからも進んでいくための力となりました。SNS 上では、 ライブを見たファンたちの喜びの声や感謝の言葉があふれ、まるでお祭りのようなにぎわいを見せていました。ありがとう、楽しかった、また会おうねという言葉が飛び交い、ライブが単なるエンターテインメントではなく、心と心がつながる瞬間だったことが伝わってきます。特に、告知20秒チャレンジでのハプニングや、ライブ中に突然訪れた感謝の言葉が印象的で、どれもがファンにとって特別な思い出となりました。 ファンとのつながりを大切にする姿勢は、彼らの活動の中で一貫して見られます。SNS でのファンとの交流や、ライブでのパフォーマンスを通じて、彼らは常にファンとの距離を縮めようと努力しています。その努力が、今回のライブでも大きな成果を生んだのだと感じます。ファンとの直接的な交流の場が減っている中で、こうしたライブや SNS でのつながりは、 彼らとファンの絆をより一層強める大切な手段となっています。そして、この十周年という節目は、これまでの歩みを振り返り、これからの未来への一歩を踏み出すための新たなスタートでもありました。特に印象的だったのは、メンバーそれぞれがステージ上で心から楽しんでいる姿です。岩優太平野翔神宮寺優太個性豊かな三人が、互いに視線を交わし、笑顔を輝かせながら、 感謝の気持ちをダンスで表現する姿は、言葉以上の力強さで観客の心に響きました。その中でも、ボンのコラボダンスは圧巻の一言。熱狂的なエネルギーと楽しさに満ち溢れ、会場全体が一体となって踊り出すような感覚に包まれました。観客席からは惜しみない拍手と声援が送られ、アーティストとファンとの間には、目には見えない強い絆が生まれていました。いたずらっぽく笑う時もあれば、 真剣な表情を見せる時もある。そんな彼らの表情の変化からも、一瞬一瞬にかける情熱が伝わってきます。それは、まさに彼らの10年の歩みを象徴しているようでした。ライブ中、何度もファンに向けて投げかけられる、ありがとうという言葉。シンプルながらも心に響くその言葉は、ファンとの絆を再確認する大切な時間となりました。そこには、これまでの10年間の喜び、 苦しみ、さまざまな感情が込められているかのようでした。そして、ライブの最後、笑顔で手を振りながらステージを後にする3人の姿は、観客の心に深く刻まれました。このライブの成功は、彼らが単なるアーティストではなく、ファンとの絆を何よりも大切にする存在であることを改めて証明しました。多くのアーティストがファンとの距離を保つ中で、彼らは常にファンと共に喜び、共に悩み、 感謝の気持ちを伝え続けてきましたそれが多くの人々に愛され続ける理由の一つと言えるでしょう。彼らのダンスや歌には、技術やパフォーマンスだけではない、ファンへの感謝の気持ち、仲間との絆、そして自分たちの歩んできた道への誇りが込められています。特に、平野翔の下ペロは、ファンを楽しませるための彼らしい演出であり、ファンとの特別な瞬間を象徴するものでした。 キシユタのパフォーマンスからは、彼の真面目さと絶え間ぬ努力が伝わってきます。神宮寺ユ太タの表情豊かなダンスは、見るものを一瞬にして魅了する力を持っています。3人の個性が完璧なハーモニーを生み出すとき、リアル RHT だけの唯一無二の世界が想像されるのです。ライブでは、ファンとの交流だけでなく、これからの未来へ向けた彼らの強い決意も感じられました。 10年間という月日の中で積み重ねてきた経験、そこから得た教訓、成功も失敗もすべてが、今の彼らを形作っているのだと実感させられます。ファンは、ただ彼らのパフォーマンスを見ているだけではありません。彼らの成長を共に感じ、喜び、共に歩む、まさに、パートナーのような存在なのです。ライブが終わった後も、その感動はファンの心の中で生き続け、 彼ららの未来を照らす光となりました SNS 上では、ありがとう、楽しかった、また会おうね、という言葉とともに、ライブの感動を分かち合うファンの声が溢れ返りました。それは、まるで大きなお祭りの後の余韻のようでした。告知20秒チャレンジでのハプニングや、ライブ中に飛び出した彼らの素直な言葉の数々は、ファンにとって忘れられない特別な思い出となりました。